これちょっと相当種類的には入ってるんですよね。でこれちょっとまあ剪定しながらね、ちょうど剪定いろいろ混じってるよ。いや混じってるっていうかな、たまたまこうやっていろんなの植えてみたんだよね。これはこれでね、もう見本庭園みたいもんだけど、ちょっと黙っておいたらさ、みんなこう何が何だか分かんなくなるんでね。うん、それ宮様嗅いでくれ。これ宮様嗅いでくれ。これはね、これ匂い嗅いだら分かるけど。匂い嗅いで。これ、うん、ごまのような匂い、これごまのような匂いする。匂、うんうん、い、なんとなく匂い嗅いでね、うん。これ、するでしょ？匂いしませんか？それでこれはね、梨なんです、これ。ああ。藍梨って言ってね、あの丸いね、小さい盆栽用のね、ミニ盆栽用のね、うん、梨を植えてみたの。これそれを3種類、種類はどうなるか分かんないけどね。あれな、あの猿梨とは違うの？猿梨とは違うよ。あれはあの北海道では黒和っていうんで、あれと違うの。うん、こんな丸いね、うん、梨と同じ色して、梨だね。ああそう。がなるんです。これはね、あのオスメスっていうよりもね、あの他のやつの花粉が欲しいんだけどね、まあ、梨の時期になるとあちこちで梨がなれば梨がなるんですよ。でこういう今ね、いろんなのここに種類がいろいろあってね、剪定ね、うん、するのでちょっとたまに珍しいのあるの、うん、こんな梨とかね、こんな匂いのするもみじとかさ、うん、これね、あの昔はね、北海道のね、あの垣根代わりに使ったのイボタっていう。ああ、これはね、ちょっと年配の人ならみんな知ってるだろうけどね、これはあの黒い実っ子高になるやつ。黒い実になるやつ。普通はね、これでないの、あの葉っぱがね、要するに全部緑だね。全部緑なの本当は、うんうん、だけどこれはちょっと葉っぱの八重、この斑入りをめっけたんで、それを増やしたの。うん、だから意外と綺麗でしょ、うん、して秋になるとね、このピンクがもっと濃くなってね、この彩りがすごく良くなるんですよ、秋になるとね。これはイボタってね、あの全国区なんだ、うん、みんな知ってるんだけどね、うん、昔の知ってるけど北海道の人はもうこういうの使わないから盆栽で覚えるだけだね、うん、昔は庭木だったんですよ。なるほど。だからこれは今ね、形作るとかなんとかよりもね、やはりちょっとあれです、こんもりね、今のとこね、ちょっと珍しいんで、こうやってこんもりしといてね。イボタって普通のイボタでもね、盆栽になるの、うん、あのね、木肌が白くなって綺麗なんですよ。これ若いうちはね、青いけどね、うん、これ真っ白になってね、結構あれですよ、あの関東付近の盆栽店なんかに出てるよ、うん、こんな太くなって綺麗に、うん、でこういう葉が小さいんでね、ミニ盆栽向きなの、うん、これイボタね。もう一本あった、うんね、これはね、これはイボタでなくてね、これ困った雑草、これここにこれ種がいっぱいついてるでしょ。四つ葉のクローバー違うのかよ、うんうん、これまだ3つ。あ、短くてね、これがね、これクローバーと違うんだけど、ここにこれあるでしょ。これがね、もうちょっとするとね、パーッと弾けて、ここにこれ全部種。あ、これが飛ぶの、何十センチもふわっと、うん、触った途端にパッと弾けるのね。だから今のうちに取らないとね、これはね、大変なね、後の労力になるんですよ。それは共通して黄色い花咲くやつかい。どれ今の、ね、そうです、黄色です。ああ、エナメルみたいな、うん、黄色です。これはサンザシです。そうかい。そうですよ。これはね、こういうのはもう曲げらんことないけど大変だけどね、うん、こう来たらね、このままこう行くっていうよりもね、もう場所取るから、これはね、ここで落としてね、こういう流れにしとくんですよ、もうすでに。あ、そうか。で次行くのはね、こっち行ってもらう時はね、うん、これ切る時ここで切っとくの。ここで切るとね、うん、ここで切ると枝がね、こっちへ行くでしょ。だからね、ここで切ると次の枝こっちへ来る、うん、それよっかもっとね、
これは流れ的にこっちに欲しいでしょ、こう来てる、こう来てる、こう来たでしょ、うん、そしたらここで切るんですよ。葉っぱの向いてる方向を残しで、うん、そう、そしたらここにまたあるでしょ、うん、これここから出るのもこう行くから、うん、だからおのずとこう来て、こう来て、こう行くわけだ、うん、そういう剪定の仕方あるからね。なるほどね。ちょっと切るとき気をつけるとね、うん、後々楽なんですよ。これはですね、これは真由美です。これは普通の真由美、普通の真由美ピンクで、これはちょっとね、こう形をここで一回曲げて作ってあるんですよ。だけど将来のこと考えてね、これは今剪定がてらやってますんで、ミニ盆栽の、うん、こういう切っちゃうの。それでね、この流れがこういってるでしょ、だからこう来たらこっち行きたいでしょ、うん、ただここで落としたこういう感じ。葉っぱの向いてる方向に枝が出るんだ。そうです。ほんでこれ懐の枝みんな落としてね、これ黙っといたら上ばっかり大きくなるからね、これ切ったら正解なんですよ、うん、そうするとまたこっからふわーっと出てね、このぐらいでね、どんな木も同じかい、どんな木も同じ、みんなその葉っぱの向いてる方向を残して、うん、そうだ切るんだ、うん、そうするとそのまたから新しいの出てきたらさ、うん、針金かけなくても綺麗なね、あ、なるほど、なんとなく模様になるんですよ、うん、これもちょっと珍しい、うん、これミニに作ってるからね、ここまで切らないとね、うん、ちゃんとミニにならないわけ。これもミニに作りたいの。これはあれですよ、あの長寿梅だよ。これ長寿梅をね、超ミニに作ろうと思ってね、わざと小さいのを刺したの。意外と太いところにつくんだ、長寿梅ってね。それ赤い花、うん、赤花長寿梅だけど、このままにはしておかないよ。これここで行くんです、ここで行くんです、もう一つここで行くんです、このスタイルで。これもミニに作ろうと思ったんだけどね、うん、なんかこれ一本忘れずじゃ取るの、これが欠点だけど、どうしようかなって、こうやろうかなと思った、うん、いや、そんなことするより、やっぱりミニの方が可愛いな。そうだね。ね、これはですね、やっぱり、あの、今、ミニ作る剪定してるんでね、うん、あの、躊躇なくやります。こうで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 す。このぐらいにしとけばね、もう一つ。こういうふうにしとけば、横からふわーっと出て、こうやっていずれなって花をつけたらいいでしょ、うん、ミニ、うん、もうこれ以上大きくしないと、ええ、はい、ミニになれ、ミニになれって言って、ここです、こういう感じです。はい、ミニになれ、ミニになれって、花結構大きいんだよ、うん、この花咲くんだよ。これで花、そんなに短く切っても花咲くの？これは来年ダメ、うん、来年はここでふわっと出て、うん、鉢は植え替えないで、こういうとこの、うん、そしたら来年の今頃にはつぼみがついて、ええ、うまくいくと秋にも咲くの、うん、